ュアブートについて説明していきます。セキュアブートはコンピューターの起動時に不正なプログラムの実行を未然に防止する仕組みのことになります。どうやって未然に防止するかといったら、 OS やドライバーなどのデジタル署名を検証します。デジタル署名を検証することによって、ソフトウェアが改ざんされていないかのチェックと、信頼ができるかのチェックができます。そしてこのチェックにより、 NG の場合は当該アプリなどを起動させないといった感じになります。一般的にパソコンは電源を入れた場合に、まず BIOS というのが機能します。BIOS は主にハードウェアを制御するプログラムで、その上に OS が載ってるような感じで、 Windows とか Linux とかの OS が起動します。そして各アプリケーションが起動します。今回のセキュアブートは UEFI といって、 BIOS の後継に位置するもので提供されています。情報セキュリティマネジメント試験平成31年春午前、問い17について見ていきましょう。セキュアブートの説明はどれかというところで、 PC の起動時に OS やドライバーのデジタル署名を検証し、許可されていないものを実行しないようにすることによって、 OS 起動前のマルウェアの実行を防ぐ技術になります。以上になります。このチャンネルでは情報処理技術者試験で問われる IT 用語を中心に分かりやすく動画解説しています。これからも解説動画を増やしていきますので、高評価、チャンネル登録いただけたら嬉しいです。過去動画検索にはマサルの勉強部屋様とコラボ作成しています IT 用語動画辞典をご活用ください。概要欄にリンクを貼っています。ご視聴ありがとうございました。